脊柱管狭窄症の人が楽に歩けるためには頭の位置が大切です。はい、どうも整体師の石島です。今回は脊柱管狭窄症の人がなかなか歩けない、その一つの理由として頭の位置っていうのをですね、皆さんに解決する方法をお伝えしていきます。実は脊柱管狭窄症の人っていうのは歩くときに頭の位置が前にいることが非常に多いんですね。皆さんもスーパーに行ったりとかですね、ウォーキングをしている方見ていただいたら分かるんですけども、ほとんどの人が頭が前に出て前かがみで歩いていることがほとんどだと思います。そういった方はおそらく腰であったりとかお尻あたりの筋肉がガチガチになっていて、正しい姿勢が取れないままですね、動いているケースが多く見られます。もしあなたがですね、同じようにやっているのであれば、それをずっと続けることによってかえって症状を悪化させたり、頑張ってるんだけどなかなか改善しないという結果になってしまいますので、ぜひ今日の動画を見てですね、この頭の位置っていうのをしっかりと改善して楽に歩けるように改善していきましょう。私の動画ではストレッチ、そして元気になってもらえるような動画っていうのを配信していきますので、ぜひ興味があればですね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速ね、やっていきたいと思うんですが、まずなぜ頭が前にいると歩きにくいのか、そして歩けないのかっていう話をしていきたいと思います。まず皆さん、頭が前にいるとですね、脊柱管狭窄症の方っていうのはこの頭の位置が肩からですね比べて、本当はここにいたらいいんですけども、これがこういうふうに前に出て歩いていることが多いんですね。これは下を向いていたりとかですね、普段から姿勢が悪くて顔が前に出てることが多くって、これが当たり前だと思っていることが多いんですね。なので皆さんはなるべくこの肩の位置があって、首の位置がこういうふうに戻せるように普段から意識して、座っている時も歩いている時もちょっとずつ注意してほしいんですね。この首の位置を直すために皆さんどうするかっていうと、胸をこう張ろうと思って立て直そうとするんですね。そうすると逆にこの背中の筋肉が硬くなって痛っていう症状、まあ、いわゆる間欠性跛行っていうものですね、少し歩いたらまた痛くなって、座ったら落ち着くっていう風な症状になってしまうんですね。なのでそういう風な症状で困っている方は、頭の位置を下げよう下げようっていう風に思って胸を張ってしまって、かえって背中の筋肉を硬くしてしまっていますので、今回のその胸の筋肉っていうのをしっかりとほぐすことによって、肩が開く、胸が開けることによって頭っていうのは自然に下がっていきます。逆に肩、胸が前に来てしまいますと、肩っていうのは上に上がるようにできてます。横から見るとこういう感じで、胸を前にすると肩っていうのはこういうふうに上がるようにできてます。人間の構造からして体っていうのは丸まったら上に上がるようにできてます。ですからそうすると自然に首が前に行くのが分かりますでしょうか。これをこういうふうに開けるようにして頭を下げるようにしていただくっていうのが一番いいんですね。なので猫背、体が前に行った状態で顔を後ろに下げようと思っても絶対に下がらないので、今回のこの胸のストレッチをして、顔がしっかりといい位置にいた状態で楽に歩けるようにしていきましょう。はい、それではね、早速実践にしていきたいと思います。まずは皆さん、右の胸からですね、しっかりとほぐしていきたいんですけども、やる前にどのぐらいですね、この肩が固まっているかっていうのをですね、確認していきましょう。まずは、手をですね、上に上げてバンザイしていきましょう。耳の横にこの手が上がりますでしょうか。はい。で、左側を見てください。こんな感じですね。はい。あとは胸の前が硬くなってくると、肘を曲げてこのように、このようにしてもらったときに、後ろに行かない方が多いです。途中で止まってしまってこのぐらいしか曲がらない、ぐーっと後ろに行けば皆さん素晴らしいですね。僕はこのぐらいまで行きます。はい、まずはでも顔の横ぐらいまで行くと非常にいいと思います。肘を90度曲げてもらって後ろに行くかどうか、体の横ぐらいまで行ってればいいと思います。はい、あとは後ろに手をですね、こういうふうに動かしてみて、しっかりと後ろまで手が伸びるかどうかですね。はい、この辺も体が硬い方なんかは後ろに行かないでこの辺で止まると思います。ぐーっと後ろまで行ければ非常にいいですね。はい、こういったところで、手の上がりやすさでいったり、この横にですね、しっかりと後ろに行くかどうかで、手を後ろに伸ばせるかどうか、はい、こういう風なところの動きにくさっていうところもね、非常に重要になっていきますんで、今日のストレッチやってみてですね、この動き方が変われば、脊柱管狭窄症だけではなくてですね、自分の体、綺麗な姿勢を取るために非常に有効になっていきますので、ぜひ毎日やってみてください。
はい、それではね、早速やっていきましょう。まずは今日はですね、3ステップで体の方をほぐしていきたいと思います。まずファーストステップですね、1番目はこの表面の筋肉をほぐすということをやっていきます。まずは皆さん左の手で自分の右の胸ですね、場所が鎖骨がここに骨がありまして、ここに肩の骨があります。肩の骨、鎖骨、そこのちょっと下の柔らかいとこですね、ここのくぼみをしっかりと触っていきましょう。少しね、この手の方でぐーっと押しながらマッサージをするような感じで30秒しっかりとやっていきましょう。はい、それでは30秒やっていきましょう。用意スタート。はい、まずはこういう形で左手で胸の前をさするようにですね、ちょっと押しながらぐいぐりぐりと表面を動かしていきます。硬い筋肉はですね、結構この胸の前にありますから、しっかりとここをほぐしながら硬さを取っていきます。痛みがね、出にくいぐらいでいいので、強く押しすぎる必要はないので、表面の筋肉をちょっと潰しながら押してみてください。はい、 OK です。はい、そうしましたら今度は2ステップ目、今度は脇の筋肉をしっかりとつまむような感じですね。脇に手のここの指を入れて、ここぐーっとここの筋肉を握っていきましょう。はい、今度はつまんでもらって、前後にこういうふうにちょっと揺らすような形で動かしていきます。より深い筋肉を捉えて深くほぐしていきましょう。それではこれも30秒間やっていきます。用意スタート。はい、握った状態で痛みがある方はですね、まあ、その痛みが強くないぐらいでしっかりとほぐしていきましょう。結構ね、この胸の前の筋肉硬い方はこれだけでもめちゃくちゃ痛いはずなんでね、無理ない範囲でやってみてください。はい、まあ、しっかりとこの筋肉をつまんだ状態でグラグラと揺らしてみてください。はい、まあ、気持ちいい範囲でね、いいので無理しない程度にやってみてください。はい、 OK です。ありがとうございます。はい、じゃあそしたら3ステップ目はしっかりと今度ストレッチをかけていくっていうところでやっていきましょう。硬くなった筋肉っていうのはしっかりとほぐした後ね、よーく伸びるようになっていきますんで、ぜひこのストレッチやっていきましょう。まずはですね、この小指の方を壁の方にしっかりとつけていきます。そしたら体をぐーっとねじって反対方向を向くような感じですね。ここでしっかりとこの胸の前がストレッチかかるようにしていきましょう。手の位置が上だとかなり肩が辛いよっていう方はちょっと下でもいいので、このぐらいでやってみてください。胸の前が伸びれば大丈夫です。はい、そしたら今度ぐーっと伸ばしていって、顔反対向ける方はぎゅーっと反対向いていきます。はい、そうするとここがより伸びますんで、この状態でストレッチしていきましょう。はい、ではまた30秒やっていきますね。それでは用意スタート。はい、こんな感じでぐーっとストレッチしていきます。で、顔を向ける方はね、右手やっていましたら左の方向いてストレッチしていきます。はい、こんな感じですね。で、痛みがね、出すぎない程度にやってみてください。皆さん呼吸忘れてませんか？しっかりと呼吸しながらやってみてください。ストレッチしてるときは必ず呼吸が大事ですからね、力いっぱいやらずにストレッチや優しく優しくリラックスしてやっていきましょう。はい、 OK です。ありがとうございます。はい、皆さんこれでですね、右手が終わった感じになっていきますんで、一旦ですね、右と左、さっきの動き確認してみてください。手を上げた感じ、そしてこの動き、はい、で、手を後ろにした感じ、どうでしょうか？はい、かなりですね、このやり方、そして肩周りの軽さ、あったかさ違うと思いますんで、ぜひ左側も一緒にやっていきましょう。はい、そしたら左側も同じようにやっていきましょう。皆さん右の手で胸のここの筋肉をほぐしていきます。まず30秒やっていきましょう。用意スタート。はい、また一緒ですね。しっかりと軽く押しながら圧を加えたままこの胸の筋肉をゴリゴリゴリとほぐしていきましょう。痛みはね、ない範囲でいいので、痛気持ちいい範囲でここをしっかりとほぐしていきます。硬い筋肉っていうのはいきなりストレッチしてもなかなか伸びませんので、しっかりとこの圧をかけて揉むっていうのがね、結構コツになっていきますので、ぜひしっかりとほぐしてみてください。なかなかね、痛いですよね。はい、 OK です。いいですよ。
はい、そしたら今度は2ステップ目、脇のところからぐーっと胸の筋肉を肘持ってみてください。それでグラグラグラと揺らしていきます。これも30秒やっていきます。よーい、スタート。でこれもね、しっかりと持った状態で筋肉を動かすっていう感じですね。ここしっかりとほぐしていきましょう。はい、硬い方はね結構痛いと思いますが、皆さんどうでしょうか。はい、私の方はね右手の方が結構ね凝ってたので、右の方が痛かったです。左はあんまり痛くないので今日は凝ってないなという感じですね。はい、痛い方が凝りやすいってことなんでね、毎日毎日やってて、右だけ痛かったら右だけやってみてください。はい、 OK です。はい、そしたら3ステップ目ですね、やっていきましょう。壁を使ってストレッチやっていきたいと思います。皆さん頑張ってやっていきましょう。それでは用意スタート。はい、壁に手を当てて反対側を向いてぐーっとねストレッチ加えていきます。はい、皆さんはしっかりとねこの胸の前の筋肉を伸ばしてくださいね。そうそうそう、はい、そうですよ、こういう風に伸ばした状態でストレッチかけていきますからね。はい、頑張っていきましょう。皆さんは左手ですね、しっかり伸ばしてくださいね。ぐーっとストレッチ力を加えていきます。はい、 OK、 それでは皆さんお疲れ様でした。はい、皆さんいかがだったでしょうか。もう一回ですね、最初にやっていただいた手をバンザイしてみたりとかですね、手を90度横に開いた状態で、どうですか、後ろ行ってますかね。はい、あとはですねこの手を後ろにやった感じですね、この詰まり感とか硬さどうでしょうか。はい、私は結構ね今この肩周りですね、今日一日お仕事した後なんですけども、結構軽くなっていますんで、皆さんもね疲れた肩が楽になったんじゃないかなと思います。はい、まあ、こういう風なね、変化が出ていればしっかりとストレッチできている証拠ですんで、皆さんねこれを毎日コツコツ続けてみてください。はい、まあ、今日のまとめとしましてですね、まず脊柱管狭窄症の方がですね長く歩けない理由の一つとして、頭の位置が前に出てるんですよっていうことをですね頭に入れておいてください。でこの頭の位置を戻すために背中でグッて後ろに反るようにしてしまうと、かえってですね背中の筋肉が硬くなってしまって脊柱管狭窄症の症状が逆に悪化してしまうっていうケースもねありますので、頭の位置を下げたかったら胸をしっかり開けるようにしていきましょう。猫背を直していきましょうっていうのがね今日の動画のテーマになっていきますんでね、そこのところしっかりと理解して今日のストレッチやっていただけるとより効果がね高まっていきますので、ぜひ頑張ってやっていきましょう。はい、それではね今日の動画これでおしまいにしたいと思います。今日の動画ねいいなとか参考になったなっていう方はグッドボタンお願いします。またこういう動画ねどんどん配信していきますんで、見逃したくないなっていう方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。